こんにちは、翔太です。今回なんですけど、残念ですね。正直言うと今回マーリン新しく来たと思うんですけど、まあ新しい新要素を兼ね備えてですね、やってきたっていうところで、それについて話していこうかと思います。それがですね、薬剤状態ですねいや、特殊状態は初期からあったんですよ、この放置少女が始まる。で、もともと特殊状態と有益状態、デバフ状態、この3つがあって、まあ、そこからですね、上位版の、まあ、有益状態とデバフ状態っていうところで、罪悪と生後状態っていうのが登場しましたというところで、まあ、この放置少女のですね、まあ、ステータス変化というか、まあ、状態異常と言っていいのかな、状態変化はですね、まあ、5種類これまであったんですけど、今回新しく1種類追加されました。それがですね、この薬剤状態っていう風なものになっていて、まあ、今はですね、新しく来たマーリンの風痕ですねのみ存在しております。こちらの効果がですね、 HP 吸収がまあ減少と、まあ、これえらい勢いで減ります。 150% も減るみたいなんですけど、で毎ターンですね、および毎回攻撃後ですね、まあ、復活時とかの、攻撃は除くんですけど、追加で HP が減少と。で、減少量っていうのが、まあ、燃焼みたいな感じで、風痕がですね、付与されたダメージの 50% 分で、復活後も解除不可なんで、やばいですよね復活後も解除不可ですし、後で言いますけど、致命ダメージによる異常状態じゃないんで、これ、復活時もで、致命ダメージに無視による復活時もですね、解除できません。なんでもう解除する方法はないですね、今のところ。で、残りターン数はターン経過に影響されないので、ターン数経てば経つほど減っていくってわけではないんですけど、風痕状態で HP が減少するたびに風痕のターン数がマイナス1されるというふうなものになっています。まあ、なので、まあなんやかんや毎ターン減っていくものではあるんですけど、まあ、今後ですね、こういったものが増えてくると、まあ、今回来た新要素としてポイントが2つあって、まあ、この薬剤状態がそもそも追加されたっていうところと、ターン数経過で残りターン数が減らなくいいものが現れ始めたっていうところ、ここがまあポイントなのかなと思います。この風痕とですね、特殊状態の何これこれちょっと後の動画にします方針なんですけど、こちらもですね、残りターン数の経過、ターン数経過にですね、影響されない。その下の、日陰状態って何これ？どこで出てきた？はい。はい。なんで、まあ、このターン経過がですね、まあ、自然としなくなったっていうところがですね、まあ、ポイントなのかなというふうに思います。で、この薬剤状態っていうのが何かっていうと、ですね、ここにはないな。ちょっと待ってくださいね。確かどっかに書いてあったんですよ。ここかな？ああ、あったあった。これまではですね、ここまで特殊状態は戦闘に有利な状態で、解除あるいはコピーされることがないって書いてあったんですけど、この薬剤状態はですね、戦闘に不利な状態ですが、状態異常状態に含まれませんと書いてあります、ちゃんと。で、状態上耐性と状態上耐性無視、この2つのステータスに影響されません。ここがやばいですよね。これまでせっかくですね、状態上耐性、まあ奥義とかもあると思いますし、その辺で磨き上げてきたところもありの、状態上耐性無視、まあ、ここのバランスですね、状態上耐性と状態上耐性無視、このバランスがですね、まあ、なんやかんや拮抗していたところがあったかなというふうに思うんですが、そこを完全に無視して薬剤状態っていうのが今回追加されたんで、本当ありえないなというふうに思います。現状ですね、特殊状態は、まあ特殊状態もちょっとあれなところはありましたけど、敵から解除されないっていうところで、まああったんですけど、まあ問答無用でですね、状態上耐性とかを無視して、つけてくる薬剤状態ですね、
これはとんでもないなというふうに思いました。状態状態性は気にしてくれよって感じですよね。私も最初周りに読んでいて、あ、状態状態性無視ないんなら、まあそんなに気にするほどでもないかなと思っていたんですけど、そういう次元の話じゃなくてもう完全に別のカテゴリーとしてこの薬剤状態っていうのが追加されてしまったんで、今後ですね、こういったキャラクターが増えてくると既存キャラクターですね、これを防ぐ術がないんですよね。まあこの薬剤耐性が今後つくかどうかっていうところもあるんですけど、まあ今後もう罪悪状態じゃなくてこの薬剤状態がベースになってくるとですね、もう既存のまあ状態状態性とかっていうのは全く機能しなくなってきてしまうっていうところがあるんで、まああれですよね、まあこれまで、まあ、例えば立志とかであれば燃焼とか封印を解除されない状態にできたと思うんですけど、それをですねもう薬剤状態はそれだけでできてしまうっていうところがあるんで、いやーやってますねはい、まあちょっと今回サイレントでですねこんな新要素が来たっていうところで私は結構ショックを受けているんですけど、他に何が書いてあるかな、特には書いてなさそうですね。はい、まあちょっと今回は、まあ、まだ許せるレベルかなと思います。燃焼みたいなもんっちゃもんなんで、まあ、6ターンって結構長いっすけど300% も食らうのかっていう感じではあるんですけど、しかも解除されないし炭素も減らせないんで、まあ、確実に食らってしまうっていうところではあるんですけど、まあ今後ですねこういったものが増えてくると思うとちょっとすごい嫌な気持ちにはなってきますが、まあ、まあ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 それをですね楽しんでいくしかないのかなというふうに思いますので、まあちょっとしばらくはですね様子を見ていこうかなというふうに思います。まあこのキャラクター自体はですね、ぶっ壊れかって言われるとぶっ壊れではないと思いますね、正直言うと。まあ、なんでまあ正直そんなにとやかく言うほどでもないのかもしれないですけど、まあ、今後ですね薬剤状態が流行ってくることを考えるとちょっと今後が心配だなというふうには思いました。今回はここまでにしようかなと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、ツイッターのフォロー、スーパーサンクス、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。